こんにちは。世界には様々な文字があります。スペルの難しいものや簡単なものなど、例えば中国語のローマ字表記はルールさえ覚えてしまえば知らん単語でも簡単に読むことができます。一方、英語のスペルは少々難しい部類でして、なんでこんなスペルやねんというような無意味に複雑な単語が多々あります。一般論として、長い伝統を持つ表記体系ほど読みにくく、新しく作られた表記体系ほど読みやすい綴りをしています。なぜなら言語は変化するからです。最初は発音通りの綴りをしていたとしても、長い年月をかけて発音の方が変化すれば、発音と綴りがかけ離れたものになっていきます。なので、長い伝統を持つ言語ほど書き方と読み方が違うわけです。日本語も戦前までは思うを思ふと書いていました。これは歴史的仮名遣いといって、遥かな古代から続く日本語の伝統的な書き表し方なんです。文字を使い始めた頃の人々は、何もわざわざ複雑な書き方をしようとはしません。昔はほんまに思ふと発音していたんです。ですので、うっかり思うと書き間違えてしまうようなことはほぼありませんでした。それはもう喋るのと同じように筆走らせてますねんから、仮に間違えたとしても読み返したらすぐに気づきよりますわ。ところが、平安時代中期になると、この書き間違いが増えてまいります。ということは、多分この頃ぐらいから現代と同じような読み方に変化していたんやろうなと考えることができます。藤原さんが藤原さんになったわけです。日本語の歴史におけるこの藤原化現象のことを、破行転戸と呼びます。それでは、破行転戸の前と後、実際に聞き比べていただこうと思います。一つお断りしておきますと、破行転戸はじわじわ時間をかけて起きたものなので、はっきり線引きすることはできませんが、とりあえずここでは便宜的に百人一首の紀貫之の歌以降を破行転戸後ということにして朗読をしてみます。朝ぼら家、有明の時と見るまでに、吉野の里に触れる白雪、坂の上のこれのり、山んがファに、関税のかけたるしがらみファ、流れもあふぬ、もみりなりけり、ファルミティのトゥラキ、フィサカタのフィカリのどけきファルのフィーに、死んで心なくファナのティルラム、木の友のり、誰をかもシルフィトにせむ、高砂のマトゥモー昔の友ならなくに、フンディファラのおきかんぜ。ふいとはいいさ、心も知らんず、ふるさとは、ファナゾー昔のカニにをウィケル、木のトゥラユキ、なての夜は、まんだ呼びながら明けぬるを、雲の犬子にトゥキアンドルラム、清原の深やむ、知らとゆに、完全の吹きしく秋ののは、トゥラヌキ止めぬ玉ぞうティリケル、フミヤの朝やす、ワスラルルミウォンバ思わず、ティカビテシフィトの命のおせくもあるかな、ウコン、朝デューのウォノのシノファラ、シノブレンド。あまりてなどか、フィトの恋しき。
サンギフィドシ。シノブレンド、イロニンネニケリ、ワンガコビは、モノヤ思うと、フィドの問うまで。タブイラの金盛り。